はいえー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。でこのチャンネルではですね私が1日1冊を目標に本を読んで、まあ、こういった形で動画でレビューをしていくというチャンネルになっています。で普段ご紹介するののが多いのは えーまあ、ビジネス書とかあとは一般教養についての本が多いですでその他はですね、えっと、例えば心理学についてだったりとか、まあ、習慣化継続化についての本なんかもご紹介してますで最近では、まあ、お金についても少し勉強を始めまして、えーまあ、お金投資資産形成とか、まあ、そういったものについてもご紹介することが多いです でえっとまあ、もし興味を持っていただける方がいらっしゃればです、ねえっと、チャンネルページに行っていただいて再生リストが作ってありますのでそちらからまあ他の動画も見て,見ていただければ嬉しいなというふうに思います。でもしよろしければです、ね、あのぜひチャンネル登録もしていただければと思います。で他にもですねあの 読んでほしい本とか、まあ、そういうものがあればですね、えー、とコメント欄にコメントいただければあの必ずしも約束はできませんけれどもあの基本的には読ませていただけると思いますのであのぜひコメントいただければなというふうに思います。はい、で今日はですねこの「酒好き医師が教える最高の飲み方」というタイトルの本をご紹介したいと思います。 でこの本はですね、えーとまあ、そのお酒を飲むときに、まあ、あのここにサブタイトルで書いてありますけれども、太らない、翌日に残さない、病気にならないと、まあ、そういったポイントを押さえたでまで、まあ、お酒を楽しむ方法がまあ書いてあるという内容になっています。まあ、お酒を楽しむっていうふうに言いましたけれども、まあ、どっちかっていうと、まあ、医師が教えるっていうところなんで、まあ、体に悪影響を及ぼさずにお酒を楽しむにはというような内容になっています。 で今日は3点、えー、面白かったなと思ったところをご紹介したいと思います。 1>, で1点目はですね、えっと、そのお酒と一緒に食べる食事についてです。で、えっとまあ、一般に、えっと、例えば牛乳を飲んでからお酒を飲むといいとか、まあ、言われると思いますけれども、えっとまあ、その他にどういうものがいいのかっていうことについて説明されてます。でちなみにちょっと今、牛乳の例を出しましたけれども、確か牛乳はそんなに効果ないんじゃないかっていうふうにこの本の中では書かれてました。でじゃあ、何が効果があるかっていうと、えー、油分を飲む前に摂取するといいそうです。 でこれはどういうことかというとそのまあ油分を取るとです、ね、油っていうのは胃の中で分解されるのが遅いので、えっと、胃,がこう胃の出口がです、ね、油を分解するためにきゅっと閉じるそうですでそれによってまあアルコールが胃の中で滞留する時間というのも結果的に長くなって、まあ、腸でアルコールは吸収されるんですけどもその吸収されるまでに分解される量が多くなるということで油分を取るといいというふうなことが書かれていました。 でさらに、えーとまあ、キャベツとか取るとですねそのビタミン U っていう成分があって、まあ、胃の粘膜を保護する、えー、成分だそうで例えば、まあ、キャベツにマヨネーズをつけて、えー、お通しなんか食べると思いますけれども、まあ、そういったものは非常にいいんですよということが書かれてました、はいでえーとまあ、これまでというかですね、まあ、一般にです、ね、そのお酒を飲むと結構太るということで、えーとまあ、お酒を飲みながら唐揚げを食べるとかですね唐揚げにマヨネーズをつけて食べるとか、まあ、そういうことは えと一般に良くないというふうに多分認識されていると思いますし私もそう思ってましたが、えー、と実はまあその体を守るという観点ではですねそのちょっとここにサブタイトルの太らないというところは多分良くないんですけど、まあ、病気にならないとかですね翌日に残さないとか、まあ、そういった意味では、まあ、油分と一緒に摂取するというのはまあ有効な手立てだそうです、はい、で2点目はですね、えー、とアルコールの,その、えーとまあ、摂取量について、まあ、一般に休館日という言葉があると思います この休館日ってよく言われると思いますで例えばまあ1週間に平日5日間は飲むんだけれども土日は飲まないとか私の知人にもそういう人がいますけれども実はその休館日っていうもの自体はあんまり意味がないんじゃないか意味がないんですというような説明がこの本の中では繰り返しなされていました。 でじゃあどういうことかっていうと,、えー、とその休館日を設けることはもちろん飲むよりはいいんですけれども休館日を設けたからといってその休館日の間に何か回復するとかですね、えーまあ、蓄積したものが、えー、と何かこうチャラになるとか、まあ、そういうことはないということだそうです。つまり、えーとまあ、平日に5日間100ミリリットルのお酒を飲む人が、えーまあ、土日2日間休むっていうものと。 えとまあ、毎日継続的に50ミリリットル飲むという人を比べると、結局1週間に摂取している量としては、まあ、先に説明した平日5日間100ミリ飲む人の方が多くなってしまうわけで、まあ、そうなってくると、結局は休館日があっても、えー、トータルで飲んだ量が効いてるんですよということだそうです、まあ、これはちょっと意外でした、なんとなくイメージ的に、えー、と休館日が入るとです、ねあの、もちろん他の体力的には回復するので、えーと、体にいいような気がするんですけども、実はそういうもんじゃないんですよということだそうです。 はい、で最後3点目、ですね、これはウコンの接種についてです。でえっとまあ、ウコンというのはお酒にいいというふうに言われているかと思いますし、まあ、実際にそれがある程度の効果を表しているということは事実だそうなんですけれども取り過ぎはいけないんですよということが書かれていましたこれ、意外なのでご紹介をしたいと思います。でまあ、理由は2つあってですね、まず1つそのウコンというものを取り過ぎると薬物性肝障害と。 いいううものになるという、えー、症例が報告されているそうですでえーとまあそのウコンというのはですね例えば、東洋だと、まあ、薬としても使われていると思いますし、あのー、そのお酒うんぬんとは別でですねそのウコンの取り過ぎによる肝障害というのが起きてくると、まあ、それが、えー、注意しなきゃいけないポイントの1つだそうです。でもう1つは、えー、と例えば特定の病気肝脂肪とかですね、まあ、そういったような病気を持っている方は、えー、特にそのウコンが、えー、悪影響を及ぼす可能性があるそうです。 でちょっとあの詳しい説明は忘れてしまいましたけれども、そのウコンを摂取することによってまあ肝臓が機能しているのをえまあ妨げてしまうようなえ働きもあるそうで、まあ、特にその肝脂肪とかです、ね、特定の肝臓の病気を持っている方は、ウコンがマイナスに作用するということもありうるということだそうです。 なので、まああのー、このお酒っていうものもそうですし今説明してきたもの全てそうなんですけども、まあ、もちろんバランスが大切ですということであるものの、まあ、意外とこう良いとされている紺でも、まあ、そういった、えーまあ、デメリットっていうのがあるんだということを、まあ、この本で学ぶことができました。はいえー、と今日は以上になります でまあ、繰り返しになりますけれどもあの、まあ、もし今後もですね他の本をレビューを聞いてみたいという方がいらっしゃればあのぜひチャンネル登録していただけると、まあ、励みになりますで、まあ、チャンネル登録いただかなくてもですね、まあ、再生リストからほ、まあ、他の動画なんか見ていただけて、まあ、コメントいただけるだけでも、まあ、非常に嬉しいと思いますので是非、えー、よろしくお願いいたします。はい、今日は以上です。